嫌よ。本当に辛い。足ヌーンの選手が。不細工だ。ちょっと来たんで。はい。いけてるうちに頑張って。いけてるの？今いけてんの？うん、お、お、始まってまーす。始まった？本当に？何を信じればいいの？ブルースクリーンみたいになっちゃったけど。あー、いけてんじゃん、いけてんじゃん。お腹すごい。え、大丈夫？どういうこと？メディアアートみたいになったけど、いきなり。すごいね。はい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 。ということで。大丈夫ですね。はい。いやそう、うん。先週もらったお便りのですね。はい。文化祭で何かやってモテたいみたいな。いいね。やつが、ね、動機はモテが一番信用できるね。そうそうそう。で、まあ、して、うん、帽子をかぶってあんまり動かないパフォーマンスをした先輩たちがすごくかっこよかった。動くときは動くんだけど、うん、っていう話をしたらですね、どれだっけ、どこだっけ、あった、先週はメールを読んでくれてありがとうございます。いえいえ。なんと文化祭にかっこいい帽子で踊りたいという話を彼女欲しいといつも言っている仲間に言った途端、そいつに彼女ができるという謎のパワーが出てきました。え、これはネムさんスーさんのパワーかもしれません。このまま自分も彼女がゲットできるように頑張ります。あとスーさんの LINE スタンプを買いました。おー、彼女できます。スーちゃんが出したひよこのね、LINE スタンプを買うと彼女ができます。多分気になる子にね、ひよこを送って、うん、え、それってさ、うん、その催しをしたことで彼女ができたの？いや、やりたいなって言っただけで全然関係ない、うちらの。いや、もう意見はご利益あるよ。ある？帽子かぶろうとしただけで彼女できちゃった。すごくない？そんなことあるの？そんなことあるよ。信じらんな。マジ足がたくましすぎて悲しい。私もたくましい足を隠すためにカーディガンかけてる。ああ、ずるい。私も畳めばこう斜めに流す。え、でもさ、文化祭ってさ、今の時期なの？そうだよね。まあまあ、どうなんだろう、学校によるんじゃない？6月ぐらいにやるんじゃない？なのかな。運動会もよくわかんないよね、まちまちだもんね。ね。じゃあそんな感じで、お待たせしました。来ました。はい、これどこまでどこまで行った？もう来た、来てる、もう来てるの、来てる、映ってるの、行けてるの、来た。なんかエッチな話しようとしたら、エッチな話をしようとしたら回線の方が落ちるという。本当のアイドルですね。なんですよ、そう、わかる？それね、いやらしい話とか、うん、スケベな話とか、うん、そうそう、基本 NG だから、うん、で、どうなんですか？でね、今日普通に何の疑いもなく、うん、
あの、うん、オフの気分でこの服を着て、うん、ギアセに入ったら、うん、ここがここがガンガンスリット入ってんの、こんな服見たことない。そんなことない、シャイナルスあれだよ、チャンピオンだよ、でもそうスポーツの服だから、なのになんでこんな機能機能早く走れるように、ナイスセクシー、なるほどね、皆さんにお見せできなくて、そこはもう見せないですけど、だから私ダメだと思って、あの、うん、エロいエロくないの境目がなくなってるかもしれない、来るよ、何もしてないのに、うん、なんかエッチだって言われるようになるんだよ。吉川さんじゃないですか。そうなんですよ、先輩聞いてくださいよ。聞く聞く。この間ね、うん、そうレコーディングがあったの、はい、でセリフがあったの途中で、うん、すげえ普通のセリフで、うん、なんだっけな、ね、あーあったまるな、ほっとする、うん、なんかあったまるパーっていうさ、うん、脱力感があるじゃん、うん、寒い中で温かいコーヒーを飲んだみたいな、そういう感じでお願いしますって言って、あーあったかいなって言ったら、なんかそれ違うなんか違うって言われて、あったまるなでしょ、本当はあったまるなって言わなきゃいけない、温まるなっていう、なんか脱力をしようとすると、うんうん、なんか私はエッチになっちゃう、健全に脱力するのがすごく難しくて、温まるなはエロくないけど、あったかいなはエロいじゃん、え？そうなの？あったかいなにみたいなこと？どういうこと？どういう意味のスライムなのかあんま知らない、いや、ダメだよ、ダメ？ダメダメ、1番はそれだった、で、2番は次はどれを食べようか。このラジオ別に18じゃないですし、最初健全なんですけど、何にもとりあえずテイクワンでって言わした時に、うん、あー次は何を食べようかなだめだめだめ、普通に言ってるんだけど、だ、ね、確かにプレイバックを聞くと、うん、なんだこいつみたいなめちゃくちゃいやらしいみたいな、普通にエロゲやってるみたいってことでしょ、なんかね、それで結局、うん、もうセリフをちょっと変えた方がいいかもってなって、どこだどんだけ困らしてるんですか、それ。でもだからなんかあれもこれも美味しそうみたいな、なんかちょっと変えたんだけど、ダメじゃん、ダメだった、とダメで、まあ、でも頑張って撮ったよ、頑張って最終的に一番健全だったテイクが使われたけど、てかなんかさ、うん、普通さ、うん、まあ、例えばそういう使ってもらうところで録音しててさ、うん、そうですね、で満場一致でさ、そのさ、うん、エンジニアの人とかもさ、うん、これエッチですねみたいになる現場、うん、あったかいね、あったかいのあったかいのよ、わかんないけどなんかすごいそうだね、いいチームだね、いいチームなんですよ本当に、また男子中学生しか聞かないラジオになっちゃうから、いいですね本当ね、もう男子高校生もいいと思います、男子中高生に、大学生もいいと思うし、スーツもいいと思います、作業服もいいと思うし、ただの男に向けて、女の子も聞いてるか、ね、女の子には申し訳ない気持ちそんなことないでしょ何にもそんな変なことはありませんか、私の中にちょっとおじさんがいるんで、やっぱ物差しある点をね、否めないっていうかね、女目線だな、なく作品を作っちゃうってことは私もわかります、うん、だってもうすぐさ、うん、DVD とかのおまけの監督やるから、いいねいいねっつってやるよね、篠方だけ愛ちゃんのさ1万円の弁当の話したでしょ、うんうんうん、とかもさその目線だ、うんうん、私多分やられんのは無理なんだけど、じゃあちょっと食べてみようかいやるんかいっていう、でね、うずらから、うずらそれお願いします、でね、ピアスを出てたら、うん、あの何年前かの、うん、私の生誕の3年とかかな、もしかそこだっけ、3、4年前の誕生日のすごい高いシャンパンのとこ、あの袋閉じる小冊子が出てきて面白かったけど、うん、なんかみんなすごい、うん、欲しいです欲しいですってなってて、でそのエピソードで思い出したんだけどさ、うん、この話多分したと思うんだけど、うん、あの申し訳ないけどおさむさんの話なんだけど、おさむさんがさ、うん、そのシャンパンを入れてくれて、うん、わこれ
いいですなみたいな感じで見てた、うん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 、でその隣近くにいるお姉さんに、うん、いやすごいですよ見ますって見せた相手がうちのお姉ちゃんだったって、うん、あったなすごいですよ、そういう伝説もありながら、うん、でお姉ちゃんは私の裸なんてしょっちゅう見てるじゃん、確かに、ね、ふんって感じ裸じゃないよ袋閉じあのそうそうそうがっつり着てますけど、はい、なんかセクシーに見えるようにずっといいよいいよって感じだった、いいよすごくいい、でもね、あのあ開けて見てたら、うん、これでいいのっていう顔ですごいみちそーちゃん見ててこうやって、うん、本当にこれでいいのみたいな顔で見てたらいいよちょっと面白かったあれそのこともあったねね、うん、そうですよ、今は袋閉じできないんじゃないですか、もうしないでしょうね、水着もやってないからね、やりましょう、いやもうやんないもうやんない、本当もう脱がないと思うよ、なんか逆にさ、うん、個人的に今のうちにさ取っとくっていうかさ、なんかもうさ個人的に取る年でもないよ、だから二十歳とかだったら個人的に取る年かもしれないけどいやいやいやでも確かに一番運動してて仕上がってるかもね、でしょ筋肉とかこんなに運動してるの今初めてじゃん、初めてずっと座ってたから、ね、今美しいと思うよ体これさ、悪いカメラマンでしょ、ね、これ大丈夫このままなんか怪しいビデオ、え、これ勧誘だよね勧誘やめて、仲間でしょ、全然そんなすーちゃんも今のうちに撮っといた方がいいんじゃない、そうね、おみやしおみやし、だいぶだらしないけどね、もう肉全体的にそれ以上だらしなくなる前に撮った方がいいもう脱げる人だったわいや別にそんなことは全くないんだけど、うん、なんかでもあんまボンキュッポンってタイプでもないからさ、もう可愛いじゃん、ピローン、私もなんかあれなんだよな、なんか胴がちょっと長いんだよな、なんでそうなの、背高いからそういう、まあね、ここ長いのかな、そうかな、長い気がする、難しいな、ちょっと比べようせいくね、はい、あ、じゃあタイトルコールしたっけ、しましたねお便りも最初のコーナーいきましょう、はい、ズバッと解決しないかもったらピアソナイス、イエイ、ではでは、はい、皆さんどんなコメントをしてるんだろうオープニングトークがこんな話でよかったんだろうか、本当ですね、ごめんなさいもうスーパー健全なラジオですね、うん、とっても健全なあ、おさむさん見てるよ、お、おさむ、あ、ネムキュンが着てるワンピース特定しました、そうそう、これこれこれ、うん、私も買おうかな、セクシーワンこれだよ、ほんとな、すごい可愛いよね、写真可愛いよね、可愛い、お気に入りなんです、マーティーがまたおさむさんかってマーティーの話をするマーティー焼いてるの、マーティー、マーティーの話でもマーティーってさ、うん、めちゃくちゃわきまえてるじゃない、そうなんだよね、だからさおさむさんがわきまえてないみたいな、違う、そういうことじゃないけど、はい、子さんラジオみたいになっちゃってるね、マーティーはだからさ本当に出張ってこないから我々の中の評価がめちゃくちゃ高いんだけど、うん、話題にしようとするとなんかいじるって感じでもないし、確かになんかいいやつなんですよみたいに、たいになんか私がすごい嫌なこと言われて、うん、フロアでマーティーがいて、うん、バーッてマーティー聞いてみたいなことあるけど支えてるなそんなギャンギャン喋るわけじゃないけどね、かっこかりくんからいただきました、また学生だでもギルスさん頑張ってるよ、こんばんはのぴよ、僕はスープカレー屋さんでバイトをしていたんですが、あら、バイト先が遠くに移転してしまったので辞めることになり、うん、新しいバイト先を探しています、うん、そこで質問ですが、夢見ゆき吉川受けするバイトは何でしょう、ちなみにネムキュンが前パン屋さんのバイトはいいと言っていたので、うんうん、探したんですが近くのパン屋さんは高校生は取ってもらえませんでした、あら、そっかということでね、私はパン屋、うん、本屋です、かっこいい、でも私はね、いやパン屋もいいし、うん、本屋もいいけど、うん、ラーメン屋もいいし、うん、なんだろう、刀鍛冶でもいい、そうね、男子高校生ただのエロおばさんじゃないですか、そ
ああそのねけなげな気持ち素晴らしいなって思います、うん、新聞配達でもいい。あいいね泣けるね。なんかヤクルトレディヤクルトボーイでもヤクルトボーイいくないやばいね。ヤクルトボーイさヤクルトボーイはやばいけどない、ね、ヤクルトボーイいたら正直地域のもう団地妻とかさ大体ヤクルト買うじゃんでもさヤクルトボーイって高校生はさ、うん、そのヤクルトが重要のある時間に行かないじゃん学校あるから。ヤクルトボーイは20代だよ。そっか、うん、ヤクルトボーイいけちゃうね。ヤクルトダンディとかだいろんな地域によって。ヤクルトはダンディじゃなくてボーイだ、ね、なんだろうな。ちょっと繁華街の近く、うんうん、それこそ夜の町みたいなお姉さん住んでるよみたいなゾーンに、うんうん、あんた疲れてんじゃないのみたいな感じでヤクルトダンディが現れるみたいな。わかんない。乳酸菌が足りないぞっつってね、コンテやだジョアをね。そう、それで甘いも好きだろっつっていつもさ、赤いお金を得て高級な服に身を包んでいる夜のジョーたちがさ、はいはい、うん、このヤクルト1本で美味しいみたいな。そういえば昔お父さんがヤクルトくれたなつーつー使うよ、ほんそれはやばいね。い需要あるね。ちょっとヤクルトレディー、うん、じゃあヤクルトだ。なんていうの、枠あるのか。乳酸菌界隈じゃん。乳酸菌界隈、なんかその定期的に来るものじゃん。うん、定期的に来るものっていいよね。ディアゴスティーニとかさ、ね、もう人には会えないなんだろう。そうね、コープ盛況みたいな。はいはいはい。あーコープボーイコープボーイだって重い米を運んでくれる男、ね、かっこいいじゃん。確かにね。自分ができないことをさしてくれるっていうのも、だからもう佐川男子とかそれだよ。だよね、うん、思いで持っちゃう。そう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 。いやえ何でもいいな。深いな。やっぱなんかコスチュームを着てもらえると嬉しい。そうだね、コスチュームもシックライトよりはコンビニでもいいし、ウェイターでもいいし、ね、うん、はい、それは本屋の感じ。本屋いいですね。ということで、何だっていいと思います。本いい、ズバッと解決。若いって素晴らしいね。素晴らしい。まあでもせっかくだから、あんまやったことないゾーンに行ってもいいからね。飲食はもうやったってこと。そうだね。次はね、なんか何がいいんだろうね。なんだろうね。あ、今日も1000人超えてるそうです。イエーイ、ありがとうございます。増えてきたね。うん、ヤクルトボーイエッチだな。ヤクルトボーイエッチかなヤクルトボーイになりたいですみんなヤクルトボーイにする。そうね、ヤクルトボーイになったらすごい。今日の、うん、今日のラジオは全部隠語にしか聞かないそんなことないよ。オープニングのせいね。そんなことないよ。今日、あ、やばい、みそさんだ。今夜のタヌピオ、うん、資格がいつも見てます。レーベル、レーベルチェック常に入ってる。レーベルチェックはすごいね。事務所チェックは全く入ってない。そう、誰も見てない。誰も見てない。モゾ君しか見てない一応事務所の方一応事務所の方。じゃあ続きまして、はい、長袖上着さんからいただきました。にむきよすちゃん、コンバータルピオ。コンバータルピオ、アイドルのサイン会でCD やチェキ、生写真などにサインをしてもらいますが、はい、本名を書いてもらうか、ハンドルネームを書いてもらうか迷います。どっちの傾向が多いでしょうか。おお。ちなみに僕はリンクさんの現場では本名、それ以外はハンドルネームです。使うわけで。リンクが本名。なるほどね。ああ、でも私、自分のすごい好きな作家さんにサインしてもらうときに、うん、当時読んでた、うん、本はねむちゃんで書いてる。なるほどね、自分の時代に、うん、自分の時代に合わせて書いてもらったり。なるほど。だからその現場でどう通ってるかとか、うん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 、私に下の名前で本名で呼んでほしいのかとか。なるほどね。そういうので使い分けてる人が多い気がしてて、うん、何が多いサイン会とか。でもやっぱ書く方だとさ、うん、ハンドルネームしか書いたことないよね。そうね、やっぱハンドルネームしか知らないもん。知らない。でもやっぱもうこういう世界だからさ。いやだから
リアステージもね始まって結構何年も経ちましたけど、うん、未だにボゾ君の本名誰も知らないみたいなのがあるね。この前ね、うん、あの遠征でね、うん、飛行機に乗るっつって、うん、もうみんな乗ってて、うん、でボゾ君はもうちょっと旅慣れちゃってるから、うん、すごい余裕でね、うん、食べるものとか飲み物を買おうって呼ばれてて、うん、なんとかなんとか様、うん、なんかボゾじゃないみたいなってちょっとざわついてた。危ない危ない。そのちょろスタッフの方とかも、うん、あ、ボゾ君の名字ってそうなんですね。なんか普通の名前なんですね。ボとかゾとか入ってないんですね。全然入ってない。そうそう、ね、それぐらいね、秋葉とかをハンドルネームで済むし、そうそうなんですね。そうなんですよね。ハンドルの方がね、うん、なんかインターネットで見つかりやすかったりするし、ね。確かに。普通の名前だとさ、検索しちゃうとさ、その誰々さんの画数、運命とかばっか出てきて、うん、そうそう、でもやっぱハンドルネームはね、とツイッター出てきて、ね、珍妙な名前が多いから、珍妙ね、なんだろう、うん、やっぱ長袖上着って探したら1件しか出てこない、ああ、ツイッターとかで、あ、ツイッターとか、優秀だったら1人しか気がするなぁ。でもその使い分けれてるっていうのはいいんじゃない、そのリンクさんでは本名で、うん、っていう、どうするの、リンクさんと電波組が一緒の時にサインチャンスが同時に訪れたらどうする、バレちゃうね、まるまるさんこんにちはっていうゾーンと、うん、長袖さんこんにちはっていうゾーンがあって、こうアイドルとアイドルがえあの人長袖さんっていうの、長袖さんじゃないのでも確かに本名を言ってる方がガチ感は出るね、本名が中曽根でハンドルネームが長袖いけるそれだ、それくらいならね、で今まで長袖って書いてた子が、うん、あ、中曽根さん、中曽根だったの、すいません、ごめんなさい、僕は長袖のようなものですからみたいな、ね、な余韻が本名の方を寄せていく、ズバッと対決お前は今日から中曽根だ中曽根いいじゃん、中曽根なんかね、うん、出世しそうだよねそうね、そうね、確かに売れそうな名前ですね、では続きまして、はい、お名前はないかな、ネムキュンスンさん、コマンダルピオ、コマンダルピオ、私は通勤中、電車の広告に目が行ってしまうんですが、はい、電車の広告はものすごく煽っている感じのものがあり気になってしまいます、特に転職サイトや英会話とか、うん、今のお前はダメだと言われているような気がしてなりません、広告に目が行く時点で負けているのかもしれません、でもなんか素直でいいよね、広告に惹かれるっていう、うん、なんかさ、なんだっけ、うん、あれなんだっけ、あれどれ、アエラみたいなさ、アエラ雑誌のさ、うん、なんていうの、普通釣り広告って雑誌のさ、なんとかの汚職事件、不倫発覚、ドロドロドロって終わりだけど、顔の切り抜きみたいなね、みたいだけど、うん、なんかそれ、その雑誌のやつはなんかこう写真とかもあって、まあ、煽りもあるんだけど、なんか一番下にこう風刺の一言とか横で書いてある、うん、なんかそれが出た時はちょっと新しく見えるなって思った、うーん、でもやっぱこれ毎回一応見てしまうのは、うん、怒涛の合格美鈴学園だと思う、ヤバみしかないからね、あれすごいよねなんていうか、合格力を示してないじゃない、そうだね、次何しようって感じだからね、本当にね、仮想大会どうしてああなってしまったのか、あそこにちょっと言及するとね、いろいろ問題があるかもしれないんで、なんかね、あれですけど、話題にするのも悔しいですよ、はいはい、まんまとって感じ、よくわかん、なんか昔の方がね、まだ筋通ってたけどね、うん、今もうなんかよくなんでも来いみたいになっちゃってるからね、予備校とかも行ったことないからな、でもなんかお姉ちゃんは、うん、ヘイデイ、おアプリゲーの、はいはいはい、がすごいある時に、うん、まんまダウンロードして、これなんだろうとか言って男の子2人組がダウンロードしてて、うん、あ、これって効果あるんだと思いながら、ね、これさ、あっという間に見れるって
書いてさ、うん、今一番面白い、うん、ツイッターって書いたらさ、うん、みんなフォローしてくれるのかな、するんじゃない、一応1回はフォローする、その煽りはちょっときついけど、そんな面白いでもこれいけてるみたいな、これフォローしたらいけてるみたいな、なんかなんかいいキャッチが欲しいね。私一番見ちゃうのは、うん、あのご飯が進む系のキムチの宣伝いいね、なんでここにキムチの宣伝貼れんのって思う分かるじゃん、塾とかさ、うん、はいはいはい、結構大手のドリンクとか、うんうんうん、それこそうちらのチュッパチャップスグミとか、でも結構マイナー風のキムチとかが貼ってあるわけじゃん、うん、なんだろうね、こんなにキムチここに貼れる力あんのと思って、うん、そのキムチ気になっちゃって、そうだよね、うん、やっぱ電車に貼れるって相当だよ、あと脱毛がすごくない最近、やっぱ夏が近いから、うん、しかもちょうど脱毛ってさ、こうやってさ、うん、手上げたりしてさ、そうだよ、あらあらあってなみたいなさ、あらちょうどその、うん、自分のちょっと劣等感を刺激するポイントにそれがあるっていうのがね、うまいよね、うまいな、広告代理店め、いやー一両好きにしていいよって言われたら、うん、なんか困っちゃうね、楽しいね、楽しいね何売ろうかね、売るの、ああそうか、宣伝だからさ、なるほどね、うん、なんかでもその一両の中で、うん、なんか物理的に何かしたくなってきて、ちょっと一を間違えちゃう気がする、うん、なんかね、狙っちゃいそう、それちゃう、あー、分かる、最初のコンセプトからどんどんずれていってしまう、なんかね、先週から京都で授業が始まったんだけど、うんうん、その時に尊敬してるクリエイターさんいますかって言われて、佐藤正彦って言ったの、うん、佐藤正彦ってさ、バザールでござるとか、うんうんうん、団子三兄弟とか、うんうんうん、全然みんな知らなくて、もしかしたら、うん、私のすごい影響を受けた CM とかって、うん、もうみんな見てないんだって、そうだね、バザールでござるは確かに結構懐かしいよね、バザールでござるとかポニンキーとか、あーポニンキーは今でもスコーン、ね、コイキャスコーンとか見れるよね、ピコっていう紅茶とか、うんうんうん、相当ね、ただね今の世代にもう全然目に入ってるけど、うん、でも私もクリエイターさんの名前は知らなかった、うん、なんかね、うん、私が声優さん知らないのと同じ感覚なんです、いっぱい CM してるけ ど、ね、うん、声優さんの名前とか分かるじゃん、いやもうね、やっぱ分かんない人は分かんない、なんかメンバーとかの話聞いてたらさ、うん、誰々さんのウィーン誰々さんみたいになるから、なんか有名な人は分かるけど、例えばだけどパーって聞こえて、あ、これちびまる子ちゃんのお母さんだよねって分かったとして名前は分かんない、あーそっか、全部分かるわけじゃん、これとこれが佐久間レイでみたいな、そうそうそう、その佐久間レイぐらいのレジェンドになったら分かるけど、うん、そうね、野沢雅子さんとか、うんうんうん、そうなの、何の話してなんだっけ、ね、こうなんかどうまあ、まあ、こうでも私もなんかああいうさ、うん、昔はなんか良くないんじゃないとか思ってたもん、ああいうドロドロした、うん、タッテジのさ、はいはい、誰々が浮気、不倫、うんうん、離婚みたいなの、うん、で子供とかもいるのにとか思うけど、そうだね、確かに、そ見る人しか見てないじゃん、それ気になる人しか、うん、でも見てるし、うん、私もなんかふむふむもうほうって言って見ちゃうけど、ただ最近さ、うん、ネットのニュースが多いじゃん、うん、目にするのそう、ね、でネットニュースの煽り文がさ、うん、結構いい加減なんか雑だよね、うん、まあなんとかアクセスを稼ぐという多分あの競争の中でね、うんうん、編み出されていく手法がちょっとあっち側に行ってしまったんだろうってわーって察するしかないんだけど、うん、だからなんかこう釣り広告もそれくらいなもんなのかってことね、まあ、結局ね買って読まないと分かんないですけどね、なんかさ、まあ、誰々と誰々が付き合ってるみたいな見出しでさ、うんうんうん、そうそう、それこそさ、うん、私のとかもさ、うん、見てみるんだけどさ、うん、最終的にさ、うん、なんか、もちろん違うんだけど、うん、バーって最初騒いでるのに、うん、でも違うでしょうね、今後の活躍を応援していますみたいな、うん、いいやつで終わるじゃん、なんなあのいいやつ終わりって何なの、あのいいやつエンド、ずるくない、なんかさそうなんだ、こんなこと書き上がってみたいな気分で読み終わりたいのに、うんうん、なんか、あ、でももちろん、うん、いいお友達でしょうし、
違いますね、以上現場でしたみたいな感じで終わらせんのよ。それはアクセス稼いで、うん、最後もあれですよ、ね、責任感放棄、そのかそういう生地作るかな、その生地作るわ。なんかさ、うん、その秘密はこちらをクリック、その後こちらをクリックして、うん、それからこちらをクリック、次のページに次ますが、飛びますがよろしいですか、イエス、もうゲームブックだよそれもうそのプレゼントも1つ見るために5回ぐらい押さされてさ迷路ので、こっちはなんか5回目にイエーイってなるみたいなことでしょ。じゃあもうまとめサイト作ろう、タヌピをまとめサイト。なんかまとめサイトと言いながらまとまってないんだよ。あ、だね、たどり着くために結構何回も押すようになって、ね、確かにまとまってない。いや、私もそのクリックすることでどうお金が発生するとか全然わかんないから、ちょっとなんかでもそういうの見ると なんかよくわかんないんだけど日本人って感じって思う。なんでなんで、なんかそういう小賢しさがあるよ、日本人っていいなって思う時と、うん、よくこんなこと考えるなって、あ、でもまあなんかその意地悪さちょっとわかるみたいな、こういうとこあるよなってやつね、なんかね、なんかうなずいちゃう。そうだよな、やばい、人久しぶりに聞いたら多分エロラジオになる。そんなことない、今結構真面目だ、真面目だよ、したよ。さて、お便りもいろいろ、じゃあ匿名希望さんからのお便りですが、久しぶりだからいいかな、うん、ネムさん、スーさん、こんばんはナルピオ、こんばんはナルピオ。いきなりですが、大学生で付き合うとなると結婚を意識しながら付き合っていくべき、話は携帯置いてちゃんと聞くよ。いやだからまあ大学生の時点で結婚意識するしな、かわいい、かわいいね、いいんじゃない、そのね、付き合う時はちゃんと結婚考えて付き合って、うん、まだ早かった、うん、また付き合う時はまた結婚考えて付き合って早かった、うん、それでいいんじゃない、そこにね、あの、うん、重くなりすぎなきゃ、そうそうそう、こっちは結婚まで考えてたんだそうみたいな別れ際になるものではなく、それはダメだけど、お互い一応将来を見た上で合わなかった、単純にさ、うん、男の子ってさ、うん、なんだろう、知らない隣のクラスの女の子から突然ラブレターが来て、うん、校舎の裏で告白された時、うん、全然その子のこと知らないけど、うん、付き合ってみるタイプの男の子って結構いるじゃん、知らない、ちょっと見た感じ悪い子じゃなさそうだし、うん、じゃあまあみたいな、友達からみたいなイメージで結構あるんだけど、うん、男の子は来た時はそこまで拒まないのかな、うん、女の子も多分そういうタイプの子は、まあ、いるのかな、そういるかもしれないけど、でもやっぱそこまでじゃないだろうね、うん、まあまあそういうのがあるじゃん、うん、で私は多分あんまそういうタイプじゃなくて、うん、わしもじゃ単純にさ、うん、多分この人結婚できるなって思うと、うん、割ともうその時点で好きなの、はいはい、なんか生活を共にしても怒らなそう。うんなんか私はちょっと雑なのかなんかあんまピンとこない、うん、そうね、気がするみたいな、うん、私もできれば結婚したいっていうか結婚できる人、だから結婚考えて付き合うというよりは、うん、まあ結婚するってなったらこいつはできるだろうなって思える人と付き合ってるのはだいぶ心が健康な感じだと思う。私だからさ、うん、結婚できない人と付き合うっていうのは私の逆にね、どういうのゴールなしの期間限定お付き合いですっていうのがあんまり、でもさ、男の子的にはさ、そのゴールっていう概念がないかもしれない。でも女の子もいるじゃん、その別に今結婚したわけじゃないし、うん、っていうのがないから、うんうん、っていう、うん、別に誰ともしたくないんだったら付き合ってないシーズンでいいじゃん、うん、みたいな、絶対この人しかってなりすぎって思いと本当良くないと思うけど、うんうんうん、まあまあ、うん、何があるか分からないしね、結婚しちゃうかもしれないから、しちゃうかもしれないし、うん、本当にもまたもう新たな運命の人が来ちゃうかもしれないから、そうだよね、うん、タイミングですね、
ね、でもまあいいんじゃないですかね。結婚できそうにないやつと付き合ったら結構結局面倒くさいんじゃないですか。そうだよ。だってね、結婚しないでもずっといないわけじゃん。ずっといれないでしょ、その人と。じゃあっていう、うん、ね、じゃあもう付き合わない方が楽でしょ。でもなんかしんどいでしょうね。なんでしょうね、うん、あれはね、あのなんつうの、すごいさ、うん、めちゃくちゃあいつがちょっと電話しないと怒るかさみたいなのは、うん、本当に面倒くさい感じの時もあれば、うんうんうん、それがのろけでしたみたいな時があるじゃん。あるね。あいつ電話しやんないと怒るからさって言うと、うん、あいつ電話しやんないと怒るからさ、ちょっと言いますよねみたいなみたいなあるじゃないね。なんかね、そんなこと言ってたのに結局あそこ結婚したらみたいなのもあるしさ。そこでね、その男の子も自分の、ね、存在意義が、ね、いろいろあるんですよね、されてたのかもしれない。そうそうそう、はい、分かりませんよ、もう2人のことなんで。そう、2人で決めてくれ、うん、そうだよ、結婚してくれよ、もう知らねえよ、こっちができてないんだから関係ないよ、もう、ね、これは我々が結婚してからのアドバイスをさせていただきます。ほんとよ、そうですね、やって5年後くらいにはできるかな。にはちょっと5年後には結婚後のアドバイスのできる5年でできると思う私。もう別に今すぐでもいいからさ、うん、本当は結婚しても、おお、禁止じゃないし。あ、そうなの。まあじゃあいいかも。ただ、うん、無理だろうね。ダメなの、妻取るダメかも。妻取る、妻取る、妻取る。しかも妻取るも初期はニーズ妻取るだった。ニーズ妻取る、ニーズ妻取るの期間限定で、みんな佐川ダンスとかヤクルトボーイになって握手会来るわけ。団地の奥さん、団地みたいなセッティングの握手会で、わざわざマジの団地で握手会をする。そんな人、そんなやつと結婚してくる男がいると思えないよ。なんか心が、そんなことはしません。何この話、ダメかな。水まとるダメかな。あ、面白い。もう今別にね、全然いいやっていう感じになってますんで。そう、去年の年末にさ、うん、婚活しますとか言って、おーとか言われたけど、うん、もう半年以内に忘れてたから、うん、正直、まあ、ね、そうね、して婚活して結婚しましたっていう人いっぱいいる、うん、いるのかもしれないけど、あんまり周りにいないもんね。でもなんかね、別に言いたかっただけ感あるね。そうだね、なんか周りがみんな結婚してるから言いたかったみたいな。まあ、まあ、そのなんだろうな、とか分かんないけど、あまりにもさ、男の人が完全に遮断して全くいらないですみたいな、あまりにもそれだとさ、女の子としてもちょっとさ、まあね、心配だったり。そうだね、あれですよ、だから一応男性意識してないわけじゃないですよ、人生の中でみたいな。なんで寂しい仕事なんだ。そ, いい、そうね、ね、とはいえね、まあ別にないんですけど。難しいわね、なんだかね。みんな恋愛って大変だな。あ、でも好きになった人がタイプですっていう人もいますよねっていう。そうだよ、そうだよ。ネムキューには早く結婚してもらいたいと思ってるぜ。そう、なんかね、既婚勢の皆さんが、あ、いいよ結婚はみたいな、その子供とか連れてきて、ね、はいはいはい、ネムキューの子供とね、遊ばしたいとか活動しています。最近はでも結構一児の母で、うん、離婚のバツイチの、はいはいはい、こと話したりしたけど、うん、子供のことを考えると再婚した方がいいんだろうけど、無理やりに再婚したいわけでもないし。でも子供のこと考えて再婚もどうか分かんないね、その子供によらない。まあまあそうだよね、うん、でもまあ経済的にとか、ね、何かガチ支え的に何かあった時にもう自分が動けなかったら誰もいけないから、うん、まあまあお父さんお母さんとか、さらにおじいちゃんおばあちゃんとかいるかも。そんなでもべったり頼れないよね。そうそう、みたいな。偉いなと思った。なんかその子はもう大学、うん、の時に結婚しちゃって、うん、へ
子供も産む10だって産むじゃん、まあ、何やらって離婚をしちゃってみたいな、なんかそっかみたいな選択肢ありすぎてみたいになった。私 WWD2 の世界戦だと、うん、2020年にはスナックのママになってて、うんはいはいはい、私の印象っていうかその演技の感じではどうやらバツイチか、うまくいってないっていう、うんなるほどね、感じだから、うん、結婚してるといいな、バツイチがなりたいわけじゃない。2020年、そっか5年後か、5年後だよ。じゃあオリンピックはお互いスナックで別姓になってみよういやもう夢見よしかじゃないです。マジで2人ともどうせスナックのまんま。あ、内緒だった。なんかやばいんじゃないの。失礼しました。まずいんじゃないの。あ、初めて見るんじゃないかな。ね、見たことないもんね。事務所の人が初めて見る。完全なフリートークです。見ないよ。見せてる。すいません、これからも目をつぶっていただけるありがとうございます。いや偉い人が目をつぶってくれる。 いいマネージャーです。素晴らしい、素晴らしい。聞かれてたと思って寒気が。なんだろうな、今日もお便り。え、地震じゃない？え、なん？地震が揺れてるだけかな。鈍いんだよ。何でしたっけ？違うかも。今日はコメントもいっぱいあるな。ありがとうございます。でもなんか確かにさ、その学生結婚の話でさ、うんうん、すごい夢のない話をね、うん、昔聞いて、うん、あ、明日の新幹線の結婚受け渡しが今大事だね。なんか学生で、うん、学生同士で結婚すると学費が半額になるっていう大学があって、うちの大学じゃないんだけど、学生を応援してる、応援っていうかその大変だろうからみたいな。優しい。でなんか私政略結婚しようかなって子がいて、うん、そのターゲットになってる男の子がすごい気弱な子で、うん、別にそんな女の子の好きじゃなさそうなんだけど、うんうんうん、そこ別に友達じゃないから知らないんだけど、うん、その聞いてる話で、うん、別に誰々とかだったら結婚してくれんじゃないかなみたいな、うん、別に、うん、そういう風な子がいて、怖いなと思いました。怖いね、うん、そういうので結婚しちゃう人もいるのかもと。まあね、お金が好きだったらいいのかも。ただ学費が半額になるだけだよ、もちろん。でもしかもその女の子スーパー金持ちなの。だからじゃない、困ったことないからさ。あ、言ってみてよくわかんないんですとかさ、すごいもやっとした。なんか別に自分で学費払ってるわけでもないのにとか思って。そうだね、やっぱでもあれです、ガリガリに、うん、あのケータボーイっていう、うん、ちょっとなんか面白い男の子いるんだけど、うん、ケータボーイは学費自分で払ってる。おー偉いね。自分で払ってるって言って、なんかもう、うん、結局未来までずっと払わなきゃいけない。うんうんうん、まあ奨学金みたいなのですね。そうそうそう、なんかだから借金背負いながら勉強してるんでみたいな感じで、偉いなーと思って。いやすごいよね、うん、すごい。でもそんだけ、ま、なんかそれだけ学びたいってなったらもうくまなく学ぼうと思うだろうね。そうだよね、うん、私ダメだな、そんな感じじゃなかったよ。私もそんな感じじゃなかったよ。まあね、学費も出してもらっちゃったしね。出してもらっちゃったな、うん、ちゃんと返さないとな、親孝行しないとな。親孝行あんましてない。なんかお母さんに母の日に何欲しいって言ったら、うん、あのうちの物販で、うん、欲しいって言ったから、そんなんでいいのと思いながら頼んでお金払って送ってもらったっていうのを、うん、今日やってたんだけど、うん、遅ればせながら、うんうん、なんかさ、そんなんで喜んでくれるっていうのがさ、なんかもっとさ、うんうん、もう家買ってよとか、まあ、食洗機買ってよとか、お風呂のガスの調子がとかね、とか言ってくれていいのに。さあもうちょっと奮発して、うん、
頑張って働くぞって、なんかいい追い焚きつけるよみたいなで、なんかちょっとさ、娘ながらに見栄を張りたいんだけど、うん、なんか大丈夫だよみたいな、 DVD 見てるよみたいな、うん、うーみたいな、頑張ろうみたいな、そうだね、私はあんま親孝行ポイントがないんだよな。でも全員自由にしてるもんね、そのやってるジャンルはよくわかんないみたいな。でもピンとこない親は絶対いると思う。リサちゃんのお母さんも、ね、ああそうなん、代々木のワンマンだと思った、うん、リサのワンマンだと思ったから、ね、あ、なるほどね。武道館とかもピンときてない、あ、すごいね、リサちゃん武道館に一人で歌うのみたいな、違うよ、6人でやってるのし、なんかアイドル、へえー、みたいな。そうなんだね。だからそのアニメ案件とかやってる時はさ、うん、でも毎週テレビで私の歌流れてるよって言っても、うん、へえみたいな、すごいんだよ全然伝わらないと思って、うわー、劇場版やってる時なんか全国の劇場で流れてるよって言っても、うん、へえみたいな、伝わらないなーとすごいのにね、なんだらしいのよ。だからまあ何が喜ぶのかとかも全然、うん、あまりにも無関心すぎると思ってそれもお父さんはもう自分のことを、まあ、今はね、ちょゴルフに限るから今マジだからさ、うん、ゴルフクラブあとコラボしたって言ったらマジでってなる。だからそういうことなんだろうね。だからなんかね、ゴゴゴゴルフの飛ぶ飛ぶみたいなさピーヨーファーみたいな曲を出したらお父さんはスノーをすごい仕事してるなってなるんじゃない。この間ゴルフ場行ったったらゴゴッゴゴルフのゴゴッゴゴルフいいねってなるわけですよ。なるほど、ぜひゴルフ場のテーマソング、スーちゃんね、親子を分かりやすい、全く分かんない謎なんだなお父さんは割とそういうタイプなのあれ、おさむさんが衝撃、電波組メンバー結婚は禁止されていない、別に恋愛禁止じゃないって言われててさ、うん、全然そのあれだから毛がないから許されてるだけでさ、うん、例えば悪いことしてやろうってしてたら禁止されるわよ、うん、まあそりゃそう、うん、まあ、分かんないけど、うん、なんだろうな、うん、うん、ちょっと待って、ねむきんは太った人と結婚しそうその経験は、そうかな。え、ちょっと聞いてよ、ね、交際話になると視聴者が減るタヌピオ。すごい、やっぱ恋愛の話は、なるほどね。結婚の話になったら300人減った減ってる300人がうちの同志だと思うの。まあでもその程度で減るなら、まあ、確かに タヌピオリスなんで、そうだね、そこまで卑屈だとちょっと、だからもう来週からゼクシータヌピオと、そうだね、コラボだよパパパパーン、勝手にコラボだよ、勝手な気持ちで、マジで、ここのウェディングドレスのレンタルが安いね、リスナー700人まで減りました。すごいね、すごいな、面白い、みんないいな、逆に熱いな、すごいな、なんか男も大変なんだぞみたいな感じで怒ってる人もいますね。何大変なの、おかしいね。いや、異性交友がダメなだけかもしれませんから、もう一つの可能性が残って、出た残って、すんちゃんは年下の男をうまいことゲットしそう年下の男の子もね、なんか夢を感じるよね、なかなか、でもね、悪いなって思っちゃう、あいつはあいつは可愛い年下の男の子、それは年下、まあでも男の人はあんま年に関わらず可愛らしい気がするけどね、うん、男の人って基本的に可愛らしいなって思っちゃうけど、可愛い、でもダメな気がする。まあ、でも何かをね、めでたいという気持ちがあるのは健全なんだよ。そうね。
なんか今日はやけにそういう話になったね。そうね。どうしたのかしら。なんだろうね。なんかちょっとバランス取る。なんか他のちょっと恋愛じゃないさ話をさ。なんかパイナップルの話とか。パイナップルってさ、ベロビリになるよね。なるなる。わー雑。雑だよ。今日ね。うん、秋葉のねスタジオでね、うん、レッスンがあった珍しく、うんうんうん、でカリガリがすごい近かったから、うん、あ近いのに行けないなんてと思いながら、うん、みんなで、うん、テクテク移動してたの、うんうん、秋葉の街を、うん、みんなすごいどんより日付がさしてて、なんかチャリをしてさ誰も気づかなくてないんだよ。あ、ないないんだ。でもドロドロって歩いてたら、ロケやってるロケやってるっつって、テレビだテレビだってみんな見に行ったら、通り道にいて、うん、うんって見てたら、あの一緒の番組やってる芸人さんで、うん、がいて、うん、全然気づいてくれて、うん、天番組ですとか言ったら、うん、おーオーラさすがにもっと気づいてもらえるようになんないとっていうのはありましたね。だって私なんかグレーのクソ DB っていう T シャツ着てさ、トレーニングのズボン履いてさ、うん、もうスタンスに入ってさ、履いてさ、チャリ押してる。私もでも、うん、昔言ったけど、夏かなんか超暑くて、うん、汗だくで、うん、多分すっぴんか、うん、化粧ほとんど落ちてるか、うん、でもうわーみたいな感じに自転車こいで、うん、しんこない時に気づかないでくれーって思ったからやっぱ、ね、いいじゃん、それちょっともううちらへの当てつけだよ、そんなのしまえた方がいいです。いやもうな、もうつらい、自由自在。いや今はーみたいな今はーってもうすごいむき出してたのにねクソ DB って。そうだよねT シャツかな、 T シャツ持ってる。篠崎愛ちゃんも好きですし、あー愛じゃあ、田中玲奈ちゃんも好きです。いいな、私もなんか愛ちゃんとなんか出会えないかな。でもさすがに連絡先は聞けなかったのよ。なんか聞けないっていうかさ、通行でもし何かで一緒になったとしてもさ、同じ空気吸っていいんですかぐらいの気持ちに、うん、今想像しただけでちょっとドキドキして、めちゃくちゃいい匂いなの。私さ、なんかね、これは言い訳なんだけど、うん、ご飯食べるの好きだから、うん、いい匂いつけないようにしてるのね。はいはい。の時とか握手会とかしかつけないんだけど、うんうんうん、なんかね、そういうわざとつけてるとかじゃない錯覚に陥って、うん、これは愛ちゃんの体臭なの。愛ちゃんの匂い。そう、愛ちゃんが生まれた時から察してる匂いの感じに思って、だよ、気持ち悪いね、興奮してきたさて、そんな感じでそろそろですね、あの14分後に、はい、東京 FM の方でですね、電波ちゃんという古川みりんさんと、ピンキーこと藤崎あやねちゃんのメイン MC っていうのかな、うん、のラジオ放送の方がですね1時から始まりますので、皆様ぜひそちらの方も見ていただければという感じになっておりまして、お願いします。病院でいいですね。でもさ、みんなさ、その間に寝ちゃったりさ、あれだからさ、私はもうギリギリまでやった方がいいとはちょっと思う。そうだね、うん、2分前くらい終わるのベストだった。難しいギリギリだねでもまあトイレ行ったり、そうだね、カップラーメンにお湯入れたりする時間を、ね、ちょっと、ね、考慮して、もうちょっと、うん、ということで来週が27ってなんかなんだっけ、なんかあるんじゃないか。ここが黒い、ちょっともう押したら、あ、私ね、10時までし、あ、じゃあちょっと遅めかな、押したらごめんって感じです。です。
来週はそんな感じでできるかなと、はい、思います。なんか今日はやけにそんな感じのラジオになってしまって反省だな。なんか途中でマネージャーも来ちゃったし、良くなかったのかな。やっぱね、その着火がそれだったから。あったかいな。食べようかな。なぜが全然騎士が違うかんね。あのえちょっと次はどれ食べようかなっていうセリフって。やだやだ。やだやだ。いや、めぶさんアイドルですからね。3、2、1。次はどれ食べようかな。結構エッチ。ではわあ。まあまあ、こんなに魔女なのに。魔女、久しぶりに。でもね、禁酒やめたんです。あ、お酒飲んだ方がいいんじゃない。なんか生き生きしてたよ、飲んでる時。今日？いや、わかんないけど、あのしばらく飲んでないって言ってからさ、うん、飲んでないことにちょっととらわれてたからさ。そうなの。なんか飲んじゃった方がいいんじゃないっていう感じでね、うん、ツアーが終わったから解禁して、うん、いいじゃん。ワールドツアー始まるから、うん、またやめようと思ってんだけど、まあ、でも軽く飲むくらい。アメリカのビールとかいいでしょう。めちゃくちゃいっぱい飲むわけじゃないんだから。フランスのワインとか飲みたい。足なんで来れば。でちょっとまだお知らせできないんですけど、うん、酒絡みのお知らせがありますので、うん、いい飲みましょう。待っててね。イエーイ。いいね。生き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 と。お酒大好き。飲みましょう。うん。いや、私もお酒飲んじゃうの。弱いんだけどね。うん。なんかむくまなきゃいいんだよ。そういうことね。あの見た目とか、あと次の日の動きが鈍くなったらちょっと嫌だから、はいはい、 そうだね、そこはちょっと大事にして。まあ、オフの時だけ。でもやっぱ基本的に全然飲めない。飲みたい気持ちなんだけど、この間モヒートの瓶が売ってて、うん、これを言ったらすっごい濃くて私には、うん、えっってなって、結局そモヒート1対ソーダ2、3ぐらい入れてやっと飲めるようになった。あ、でもそれの方が美味しそうだけどね、シュワシュワのほうが。なんていうか薄めないと飲めない、うん、ゲーゲーだとつらい。そっか、あ、そうだね、モヒートってそうやって作るもんね。ほろ酔いとかもちょっと薄めっちゃう。ほろ酔いなんてポカリと一緒じゃない？いやー、ほろ酔いもね、ちょっと薄めた方が結局早いんだよね、減りが。そのままだと遅い。なかなか飲めなくて、辛い。飲むときしんどい。いいな、なんでそうなりたい。私もうカッカカッカ開けちゃうからさ。かっこいいね。いや、可愛くないよ。何？モンゴルが弱いんだっけ。やべ、もう終わんなきゃ。終わり終わり終わり。モンゴルまだかなって。モンゴルの弱さ。じゃあまあそんな感じで今日はね、男と女と酒の話で久々にタヌピオらしい、はい、来年は来週は政治の話をしよう。そうですね。青春カレーに風刺を切る。そう、風刺を切る。真面目に。うんだ。ね。なんだ。あの都構想の話も。できないの。都構想からホモの話にグラデーションが見ものですね。すぐに、はい、まあ。すぐグラデかける。そっち側に行ってくれって言われた瞬間にすぐに触れるから。だけね、今日300人のリスナーが減ったということで、ありがとうございます。自由にしていきます。ひどい。今週もこっそり見てくれた皆さんありがとう。内緒にしてね。バイバーイ。